ちゃん、待ってて。これあげれば、兄ちゃん動く。何か、これ使える。いくら油を刺しても機械に家族なんかできませんよ。そろそろ始まりますね。オペレーター 2-1-0 から 9-S へ、聞こえてますか？聞こえてますよ。夜ハブ隊降下作戦が開始されました。速やかに敵拠点の防衛システムを解除してください。了解しました。4箇所、目標の周囲には敵の反応がありますので、まず退避してください。アクセスが可能になりました。はいはい。範囲は1回でいいです。
用。次の目標へ向かってください。残り2カ所です。残り1箇所です。いやー、意外と面倒くさいですね。作戦中の信号は認められません。はーい。攻撃部隊に侵入を確認しました。しかし残存機体は1機のみ。1機、それはまた大変だ。敵防衛兵器によって苦戦しているようです。
暴れてますね。ミサイル発射。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。 2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。2B さん、僕嬉しいです。何？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことが禁止されている。さあ、すみません。それと3はつけなくて。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました、トゥービ援護しなきゃ。急ごう。
これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。報告。敵機体解析完了。侵入経路及び脆弱性を発見。HUD 表示。ハッキングして弱体化させる。音声ユニット回復。周辺環境を確認。
脆弱性を発見。ズビー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。敵機体の上腕部のコントロールのポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。制御バーリア、コントロール、敵兵器の従属化を完了。 2B、敵ユニットの奪取に成功。引き続き、防衛継続。2B の記録データパッケージをアップロード開始。警告、機体 9S のデータパッケージが未更新。いいんだ、先に 2B のデータをアップしてくれ。了解。すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。
さてと、そろそろ時間だな。 2B さんのセットアップを手伝いに行かなきゃな。多分もう部屋で待ってるだろうな。失礼します。あ、もう始めてるみたいですね。2B さん、聞こえますか？起動セットアップを始めますね。まずシステムの明度設定を確認してください。それでは早速始めますね。一つずつ調整していきましょう。まずはそのまま明度の調整お願いします。2B さん、この値で大丈夫ですか？了解です。あ、そうそう、セットアップのプロセスは一応記録させてもらっています。それでは次は音声認識の設定です。音声認識の設定がミュートになっているので調整お願いします。今から実際に呼びかけるので僕の声が聞こえるようにしてください。2B さん、聞こえますか？もしもし、聞こえるように調整お願いします。僕の声が聞こえるように調整お願いします。あ、これで問題ありませんか？ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。なんだ、勝手に心拍数が上昇してる。なんだこれ、俺正常値に戻った。俺、自爆許可の項目が消えてる。